こんにちは、ニナビです。私、実は年に2回は必ず台湾を旅する大の台湾好きなんです。パート1では、初めて台湾に行く方に向けて、台湾に行ってみたいなという方に向けて、観光スポットだけじゃない、見逃せない台湾情報ということで、初心者でも大丈夫、入国、両替、空港からホテルへの移動、おすすめのホテルと、地区、安心おすすめの間違いのないマッサージ店と美容室のご紹介をしました。そしてパート2では、台湾に来たら絶対に味わっておきたい夜市と老舗の名店、さらにはデザートのご紹介させていただきました。そしてこのシリーズ最終のパート3では、外せないベーカリー、お土産、そして帰国の途について、空港までの移動と空港での過ごし方についてご案内します。台湾旅行を考えている方、これからスケジュールを立てる方、まだ迷っているあなたにもきっと役に立てる情報満載です。ぜひパート1と2もチェックしていただけたら嬉しいです。実は台湾、ベーカリーの数がとっても多いんです。世界一に輝いたパン職人が数多く存在します。ギビというベーカリーは老舗で、中山地区でぜひとも訪れてほしいベーカリーは三田です。パンもケーキも焼きたてがたっぷりあって最高です。台湾ならではのパンが数多く揃っています。値段もリーズナブルだからついつい買いすぎちゃうので気をつけて。店内でイートインも可能。美味しいドリンクも揃っています。場所は、なんと、大蔵の道を挟んですぐ、パイナップルケーキもいろいろあるので、お土産に箱で買うこともできます。人気の焼きたてエッグタルトもおすすめ。もう1店目は、吉ベーカリーです。営業時間は、お昼から夜7時半まで。このベーカリーは、中秋節ギフトの季節になると行列ができる本物の人気店です。チャンピオンパンは絶対に買い。残念ながらこちらのベーカリーは店内にイートインスペースはありません。でも情報は概要欄にリンク貼っておきますのでぜひチェックしてみてくださいね。お店の場所は中山区からは徒歩30分くらいですが、地下鉄を利用すれば15分程度。マンダリンオリエンタルホテルのそばです。次にお話ししたいのはお土産。台湾に来たら皆さんはどこで何をお土産に買いますか？パイナップルケーキ？ドライマンゴー？台湾のお茶？最近は台湾コーヒーや台湾チョコレート、台湾雑貨も人気ですね。私が台湾に来たら必ず立ち寄るお店とお土産をご紹介させてください。まずはお料理好きでグルメな方には、ガチョウの油と揚げたエシャロットを瓶詰めした上等が油き。これはもう単純に野菜炒めがプロの味になったり、インスタントラーメンが台湾の味に味変できたり、絶品です。自分のお土産としても最高の一品。美容系のお土産では台湾限定のリップはおすすめです。これは資生堂が台湾限定で出しているものですが、リパミュレットリップアミュレットといって、優しい色付きのリップです。デザインも可愛いのでお子様へのお土産にも良いでしょう。他にも魅力的な美容系はいっぱいありますが、台湾のドラッグストアチェーン店コスメットはおすすめ。台湾国内に約400店舗展開。もちろん情報は概要欄にリンクを貼っておくのでチェックしてみてくださいね。グルメの話に戻りますが、台湾といえばやっぱりピーナッツと思いついた方、かなりの通ですね。そう、台湾のピーナッツバターは最高なんです。福元のピーナッツバターは絶対に買いです。粒ありタイプと粒なしタイプがありますから、どちらかを好みを選んでね。私は粒なしタイプをいつも選びますが、滑らかで濃厚、本物のピーナッツ。贅沢なピーナッツトーストを楽しめます。もちろんお料理にも使えるので、ぜひ自分へのお土産としてもチェックしてみてください。そして雑貨好きな方には、台湾のオリジナルのマスキングテープがおすすめ。台北101などの観光地をモチーフにしたものや、台湾の伝統的タイル模様、台湾らしいクスッと笑ってしまうゆるいデザインなど、用途は決まっていなくてもいくつも欲しくなってしまうものばかり。
地下街の雑貨店や三越や近郊おこり生活百貨、人心ファーシャンフォーバイフォー、人心グフ、様々なシーンでいろいろなマスキングテープを買うことができますよ。ショップ情報は概要欄をチェックしてください。フードも豊富な地元住民も利用するスーパーマーケットカルフールも見逃せないお店です。お値段も庶民的だからついつい一杯買っちゃいますね。パート2でご紹介したネイカヤシニンシャイエスーを観光した後に寄ることもできます。台湾ビールやおつまみお菓子もたくさん売っているから、ここ1点で全てまとめられるってところも魅力です。さて、たくさんの土産も準備して、いよいよ翌日は帰国の途。もしも余裕があれば、台北駅から MRT で直行で桃園空港へ行きましょう。パート1でご紹介した通り駅でトークンを買って、あとは快速に乗るだけ。ただ、台湾駅は想像以上に広いですから、余裕を持って駅に行きましょう。私がおすすめなのは、ホテルから空港行きの MRT へ行きたいと、ドライバーさんに伝えます。言葉に不安な場合は、ホテルの方にお願いして伝えてもらいましょう。台湾はタクシーがとってもお得だから500円以内で到着できますよ。さて、空港に到着。ちょっと小腹が空いたら、フードコートで台湾スイーツを楽しんだりもできるんです。ぜひ美食広場へ行きましょう。和幸軒というパン屋さん、こちらで焼きたてパンを買って帰るのも通です。エッグタルトは最高。そして第2ターミナルの4階まで足を伸ばせば、あの老舗青葉の食堂、青葉食堂があります。最後の最後に青葉の絶品台湾飯が食べられるのも外せないルーチン。桃園空港にはあのサニーヒルズのパイナップルケーキがブースを出していますので、こちらも見逃せない最後のお土産調達ルーチンになっています。さて、今回の外せないベーカリー、お土産、そして帰国の途について、空港までの移動と空港での過ごし方について情報いかがだったでしょうか。パート1では初めてでも大丈夫、台湾入国とホテル選び、そしてマッサージと美容についてをご紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。そしてパート2では、台湾に来たら絶対に味わっておきたい夜市と老舗の名店、さらにはデザートのご紹介させていただきました。このパート2のシリーズでは、地元に愛されるベーカリーとお土産スポットと帰国前グルメのご紹介しましたが、いかがでしたか。今回の動画が何か役に立てていたら、グッドボタンよろしくお願いいたします。今回ご紹介した情報は概要欄に記載していますので、見てみてください。そしてチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。ご覧いただきありがとうございました。